モンハンなんですけど、あのメンバーが本当にみんなやってて、はい、僕はメンバー同士で狩りに行ってんですか？そう、みんな狩りに行ってるんですけど、僕はちょっとやってないんですけど。狩られたい人いっぱいいるでしょうね。そうですね。いや、もうファンの方狩られたいでしょうね、それ、はい、すごいなんかこう見ててもすごい、なんていうんですかね、こうテンションが上がっちゃう、はい、テンションが上がるくらい楽しそうだなっていう。じゃあルキ君も一緒に狩りに行ったりするんですか？ルキ君はあまりやらないんですか？そうですね、でもあの昔よくやってましたね。なので来年はもっと狩りに行こうかなと思ってます。あ、はい、そのじゃあ チームっていうかメンバーがやってる時にはルキ君はちょっと離れたとこか見てる？そうですね、割とあの何でしたっけ、あのスマブラとかも、スマブラ、はいはい、あのメンバーでめちゃめちゃ流行ってまして、へ、はい、そういうのも割と見てることが多いですね、僕は。見てるだけなんですか？はい、あんまりプレイはされないですか？そうですね、あんまりしないんですけど、ちょっとやっていきたいなっていう興味はめちゃめちゃありますね。なるほどね、はい、僕今無理やりゲームさせようとしてる感じの空気出てます。いいんですよ別に。いや、ゲームはもともと好きだったので。あ、そうですか、はい、JO1 の皆さんもメンバーで狩りに行ってるっていうことなんで、はい、実はそういうね企画とか伺ってまして。あ、伺ってました。耳に入ってました？耳に入っております。はい、ありがとうございます。よかったね、CM が決まりそうだね。メンバー同士でこうね、仲間内でやっぱこうやるっていうのもこのモンハンの良さですもんね。今回あの任天堂スイッチで発売したこともあるので、あの携帯機でプレイできますので、あの本当にローカルでみんなでプレイしてもらえればなというふうに思ってます。はい、はい、ますますね進化しているモンハンですから。そうですね、はい、次も楽しみですが、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。